7人の7は、テレビ、東京系列で放送された、テレビアニメ作品、および、週刊少年チャンピオンで連載された、漫画作品である。アニメ版は2002年1月10日から2002年6月27日まで、テレビ東京とその系列局で放送された。全25話。なお、DVD 化の際、特典映像1話が第7巻に含まれていた。 同時にちょうど抜けていた正月のエピソードで話数的にも矛盾のないものであり、テレビ放送時とは異なる倫理規定に基づくサービス的なエピソードであった。後に ATX の再放送時に世紀の19.5話として放送されている。メディア作品的には漫画が先であるが、単行本などによると原作はあくまでアニメである。 今川康博自らが監督とシリーズ構成。キャラクター原案は吉崎カ音。英字タイトルのセブンオブセブンはスタートレック、ボイジャーのキャラクター、セブンオブナインの文字り。本編内にはスタートレックもののネタも若干登場する。漫画版は週刊少年チャンピオンに2001年11月8日から2002年5月25日まで原作今川康博。 執筆、国広あずさの担当で連載された。メインキャラクターを担当した、女性声優の水木奈々、秋田窓が、浅木、舞、中原舞、なずかかおり、福井ゆかり、もももりすももが、なななんという声優ユニットを結成し、主題歌を歌った。大筋は、アニメもコミックも、以下の通り。少しそそっかしくて、優柔不断成績も平凡な、 どこにでもいそうな中学生、鈴木奈々。彼女は同じクラスの秀才、地近祐一に憧れているが、なかなか気持ちを言い出せない。そんなある日、ひょんなことから奈々は、性格の異なる七人に分かれてしまう。折しも入試まで、あと一年、地近と同じ高校へ行き、恋心を打ち明けるために、奈々は六人の奈々と共に受験を戦う決意をする。 受験生活という暗いイメージになりがちなテーマを明るく描いたラブコメディ作品。七人に別れなかったらきっと告白をする決心がつかず、高校も妥当な線で諦めていたであろうナナが自分の分身であるナナたちと共に苦難に立ち向かう中で様々な経験を積んでいく成長の物語でもある。また物語の舞台となること長は 京都を模した風情あふれる町であり、中でも主人公七とおじいさんが暮らす鈴木家は旧家であるらしく、坪庭やくぐり戸、果ては枯山水の庭まである、二階建ての大きな日本家屋である。鈴木家の軒下には、くくりざるという不思議な人形が七つ吊るされている。主人公の 鈴木奈々は海外から帰宅した奈々の父がニューヨークの骨董品屋で見つけてきたクリスタルイの部屋の中で月明かりにかざしてみると翌日の朝7人になっていたこれから7人の奈々での生活が始まる鈴木家の人々の名前にはそれぞれ数字が含まれている奈々の両親は同じ旅行会社に勤めており現在は夫婦でアメリカ勤務となっている 上地下 FC のメンバーの名字の中には木に関連する文字が含まれている。前作詞、国部百合江、前作曲、編曲、岩本雅樹。ありがとうございます。